さて始まりました、マッチェツさんチャンネルです。さてさて、お笑い芸人が東京大学に合格したというね、ニュースが飛び込んできましたね。もう結構いっぱい書かれてたんですけど、はい、残念ながらたわしさんではありません。だからまあたわしさんのその合格発表の動画にもいっぱいコメントを書かれてたんですよね。38歳の吉本芸人が東大文2に合格、国税局員から転身、頑張ってよかった、鬼越横澤夏子、おかずクラブら同期、同期の方なんですね。国税局で働いてたの？すごい。吉本興業に所属するお笑い芸人のサンキュー倉田38歳が、サンキューではなく38だったんですね。10日ツイッターで東大文科2類に合格したと発表した。1月に共通テストを受け、2月25日26日に東京大学を受験しました。先ほど合格発表があって合格しました。今はただ喜びをかみしめています。頂上だ。難しい表現、すごい嬉しいってやつね。頑張ってよかったとつぶやき、ネットの合格発表画面をアップした。志願先には文科2類、教養学部一般選抜前期日程と記され、赤字で合格と対処されている。サンキュー倉田は大学卒業後に東京国税局に入局、その後東京 NSC に入り、吉本興業所属の芸人となった。珍しいですね。同期には鬼越トマホーク、横澤夏子、おかずクラブがいる。プロフィール欄では吉本興業所属の芸人です、 JSA ワインエキスパート、ファイナンシャルプランナー、と説明している。文化2類は進学振り分けでは経済学部に進学する学生が多く、もともと専門家だったといえる。友人からはすげーのおめでとうなどとの声が寄せられている。ありがとうございます、頑張りましたなどと返信している。へー、神奈川県横浜市出身の方なんですね。大学はどこに行ってたんだろう、もともと。ちょっと調べてみますか。サンキュー倉田さん、ウィキペディアのページがある。あ、もともと日大だ。日本大学理工学部建築学科卒業。へえ、そっから行ったんだね、すごいね。 NSC15 期か。2007年の国税専門官試験を受けて合格し、2008年に国税局職員として東京国税局に入局する。100社以上の中小法人、同族法人の税務調査などを行い、2年1ヶ月後東京国税局を退職する。2010年に東京 NSC に入るんだ。へえ。広島厳島神社の宮司の妹の孫、昔は厳島神社に入るときは名前を名乗って無料で行けたんだ。へえ。キックボクシングとテコンドーのコーチをしてた、すごいな。ボクシングの横須賀市民大会で優勝した経験がある、大学時代。あ、二人しかいなかったが一度勝つと優勝。なんか文武両、文武感じちゃった。文武両道の方なんですね。高校2年の時に成績がとてつもなく上がったため、学年で一人だけドーナツを半分に切ったような形の巨大な机を与えられ、授業を受けていた。何それ。その机で3科目の教科書を常に広げており、あだ名がデイトレーダーになった。倉田は小さい頃からいつも小遣いを貯めていて、自然と貯蓄する習慣ができていた。それで高校生の時に原付バイクを19万ぐらいで買った。倉田は東京国税にいた頃、ある社長のお宅に税務調査に入った時にバットを振り回されたことがあった。代官山徒歩3分で2畳のアパート。2019年にワインエキスパートに合格。へえ、そうなんだ、すごい経歴ですね。面白いことですね。ぜひご連絡お待ちしております。ルイちゃん知らないかな。いや、なんかすごいんだよ、趣味にかさ、近所の子供たちに税金の話をすること。どんな趣味。ワイン、ビール、飲食店での食事、食べログ、ミシュランガイド、ゴエミヨで調べています。ゴエミヨってなんだろう。スパイスカレー作り、日本史、地理、フランス語、現代文、古文、漢文、漫画、まあ英語以外得意なんだな。文系科目でも数学どうだったんだろうな。漫画、週刊少年ジャンプ等、株式投資、あ、投資してるんだ。詐欺防止、国語辞典、特技、差し押さえの法人税の調査。売上除外、多空経費などの不正の発覚、税金、会計、貯金。あ、会計でも得意ってなったら数学もできるんじゃないですかね。節約、資産運用、ファイナンシャルプランニング、お金全般、ワイン、ワインエキスパート資格、キャッシュレス、クレジットカード、マイナンバーカード、 QR コード決済。なんかさ、特技に書くやつじゃないじゃん。 QR コード決済なんて誰でもできる。マイナンバーカード特技ってどういうこと。キャッシュレス特技ってどういうこと。意味わかんないですけど、ボケなのかな。はい、ぜひご連絡お待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.